こんにちは、西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、小学校受験、今度はペーパーの出来と耳の話です。それでは西荻フレンドリースクール師匠の今度意味説よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、先日はね、目のね、視力の話して、そう、目やら耳やら、ね、今度耳になって。そう、なんか急にいろんなこと思い出してきて、そう、耳の話っていうのね、それがね、まあ、きっとね YouTube 聞いてるかなとか思うんですけど、うちの生徒さんの話でね、はい、それで、ね、もう話が聞けないとかって私が言ってたら、そうお母様が実は先生耳鼻科に行って耳垢を取ってきたんですとか、ああそうやって見たら今日はよく話が聞けてるなと思ったんですよ。そうかこの子耳垢が詰まってるんだとかってたんだっていう話からなんかいろんなことを思い出してきて、実はねよくある話なんですけど、なんかうちの子って全然話が聞けてないとか、話がね最後まで聞いてないみたいだしとかっていう話をねよく聞くんですよ、はい、それでもう今だいぶ大きくなってるんですけど、やっぱりその子も遠かったのでうちで預かってたんですよ。埼玉に住んでたのかな、年俸の子がいましたね。1週間ぐらい預かってる時に、うん、なんかねアレルギーの鼻かなんかに鼻炎になったので、はい、それでうちの西荻のもう本当に好意にしてるね耳鼻科のお医者さんで、それで息子さんが2歳の時からうちに来てたっていう、そういう、あ、ご縁のある、そう、そこのクリニックなんですけど、だから埼玉に在住だったんですけど、なんかそういうアレルギーがね鼻がなんかになったらしくて、お母さんに連絡して連れてって、うちの長男が、新助が連れてったんですよ、はい、そしたらどうも耳も見てくれたら、なんかとてつもないその耳垢が詰まっててこれ以上見たことがないっていう耳垢らしいんですよ。それでとりあえずどうするかはね帰って相談してきてくださいっていうぐらい取れないぐらいすごかったらしい、はいはい、それで、フレンドリーに帰ってきてお母様に連絡をしたら、実はこの子はねもう耳を触るとねもう大泣きして大暴れして、どうしようもなくて今まで耳垢が取れなかったんだよ。なんかもう1歳だか2歳の時ぐらいから気がついてはいたんだけど、もうそうやって先生が取ろうとするともう大暴れするんですって、だから取ってもらえるものなら取ってほしいとかって言われてとか考えてね、でまあその子結構どうなったんだろう、私とか怖いもんだから、そのでまあ新助もまあまあまあ私と同列だけど、まあ全然私なんかよりもね当たり柔らかいし、あれだから脅したんです、あんたねいいのよママも取ってもいいって言ってるから、じゃあそんなにね大暴れするんだったら由美先生がついていくって、じっと考えて由美先生だったらそうはいかないと思うよとか言ってじっと睨んだら、ふと考えて、いい新助先生についてってもらうとか、いい大暴れしたら私すぐ行くからねって近いからそれで意を決してうちの新助が連れてったんですよ、はい、でも私はその耳垢は見てないんですけど、うちの新助がまあだからなんか浸して取ったのか、ゴゴゴゴゴゴゴッと出てきたんですよ。それ2歳から溜まってる耳垢だから、でさすがに落としてるから静かなんです、静かに取らしたみたいなんですけど、えらいね頑張ったんだね、まあ新助が帰ってきてね、僕はこの世の中で見たことがない耳垢の量が耳垢だったって、どんな耳垢だったんだろうと思ったんだけど、まあ相当ごっそり出てきて、それで両耳からでまあ落としてあるから、そうやって、そう私がついていく見に行くからね、暴れたら行くからねとかって言ってるもんだから、本人も我慢して頑張って、そう2歳からのもういわくつきな耳垢を取って帰ってきたんですよ、はい、すっきりしたんですね、そう、帰ってきてでどうしたかと思ったら、なんかすっきりしてなんか私聞こえるようになったみたいとか、そりゃそうだもん、うちの新助がそりゃそうだよ、あれだけのね耳垢が出てきたらねどれだけ聞こえなかったことかって、でもやっぱり聞こえなかったみたいなんですよ。確かにくぐもって聞こえたやつは頭もぼーっとしますもんね。そうなんです、うん、でもその気持ちって私もわかるなと思って、自分も、はい、耳垢とかたまると普通にこうあれで取りますよ ね、でも私の耳はそれでこう取ると
耳垢がバラバラになっちゃうんですよ。それで、もっとすごくなるとこうガサゴソガサゴソ耳の中で言い始めちゃうと、まあ大人だからねこれは溜まってるなってもちろん子供は分かんないと思うんですよ、そういうことも。そうね、そうね、うん、溜まってるからそうなってるって気がつかないし、で私自身ももうそういう風になってくるとこう耳が詰まったような感じになっていって、でわざわざまたそこの耳鼻科に行ってその取ってもらうんですよ、はい、で結構ゴソゴソっとこう出てくるんですけど、でもその瞬間あ耳が聞こえるようになったっていう思いがあるから多分子供も同じなんだと思うんですよね。だから極端に溜まってることもあるかもしれないよということですね。うん、意外と子供だからまあ親が、でも親が取るのってやっぱり耳垢でも怖いんですよね。ちょっとね。やっぱり自分の耳じゃないから、うん、どこまでね耳かきを入れてもいいかわかんないし、変に神経とか痛めちゃったら嫌だなとかね。それでバラバラになっちゃってもね。うん、だからそれは正解だと思うんですよ。その耳鼻科に行って取ってもらうっていうのはね。プロに任せようと。でもあまりにも聞く力が弱いなって思ったら。そうね、中耳炎なんかは滲出性中耳炎って私なんかなったら、はい、子供とはね老人しかかかんないちょっとこれ10年ぐらい前ですかね、滲出性中耳炎になって、滲出性中耳炎って滲出性中耳炎、はい、なんかこう耳が詰まったようになって、それでこう外界のあれが曇って聞こえるんですよ。それで意外とまああまり私みたいなのはかからないじゃん、なんで子供みたいにかかるんだろうと思って、はい、まあ多分鼻が悪かったせいなんですけど、あの当時それで何回も水を抜くんですけど、水を抜いたら本当にパーッと聞こえるんですよ、うん、でも滲出性だからまた耳に溜まるんですよ。それでそんなにチューブを入れるっていうことがその大変なことっていうのはその頃あんまり自分気がつかなくて、それでとうとうチューブを入れるところまでになったんですよ、はい、でその時は暮れだったんでなんかグアムに行くことになってて、そんな耳にチューブを入れたら店に浸ったらチューブは取れませんかなって聞いたぐらいだったんですけどでも取れないって言ってそのチューブを入れたまま行ったんですけど、はい、でも確かによく聞こえるようになったっていう、そういう子供は自分で説明できないんですけど、私は自分でやったことがあるからよくわかるんですけど、実は言語が遅れたとか、結構親が喋ってるのに子供のが喋らなかったりとか言語が遅れたっていうのは聞こえに意外と本当にパーセンテージ低いんですけど、あれは子供のなる病気だって言われてるので、実は滲出性中耳炎のために言語が遅れたっていう子も中にはいるんですよね。だから一概にこうそういう目とか耳とか聞こえないとか見えないとか、喋れない、うまく喋れないとかっていうのはその単にそれだけじゃなくて、そういう何か欠陥があるっていうことは往々にしてあるっていう、あまりにも何か言ってることにこう振り向かないなとか、特に3歳とか4歳の時点でよく耳鼻科に行くと実は滲出性中耳炎だったっていう、だから慢性になっちゃうと本当にいつも水が溜まってるから、それじゃあね、大変ですよね。大人は分かるんですけど、私なんか突発性難聴かと思って行ったら焦ったんですけど、いやでも実はそうっていう、子供にしかかかんないんですよ。子供と老人とかって私は何なんだろうと思ったことがあったんですけど、でもそういう経験なんだと思いますよ。だからある意味それだけじゃなくて一回ね、まあ見てもらえば安心なんで、何でもないってなったら単にこの子が聞こうとしてないんだとかね、そうですね、一応全部調べてみてね、だから目とか耳とかはもうそれはお医者さんじゃないとわからないし、そうですね、教室でも家庭でも実は治せない部分が実はあるかもしれないというところですね、でも舌と舌が長いか短いかっていうのは出してみたら、この子は長いわってそう、ね、長いわっていうと何かの血管だったり、短いわとか言うと何かの血管だったりっていうことが、何かそこにね普通と違う人の何かが出やすいとかね、でもそれなりのねやっぱり
長いなら長いなりの発音の仕方頑張ってみましょうってできますからね。あのちゃんとしてはこう調節できるようなことを小さい時に覚えておくと、うん、そんなに支障はないっていう。でも本人はねその頑張ってるのにね大人は分からずにねなんでできないんだって言われちゃうと本人辛いもんね、うん、ほっといちゃいけないっていう、うん、あのなるほどね。じゃあそこそういうこともあるかもしれないっていうのはねぜひこの YouTube 聞いた人は覚えておいていただいて、はい、と思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続けてですね目と耳の話でした。もうこれ ね、もう他ないですもんね。はい、そうね、お腹とか関係ないもんね。そうです、そうです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールではメールマガジンを配信しております。とはいえね、ここ数ヶ月全く配信できていないんですが、登録していただいた方のためにも何かしらね、役に立つ情報を配信できるようにいたします。登録していただいた方は申し訳ありませんが、もう少しお待ちください。よろしければぜひご登録ください。面接特訓コースでは、ご家庭のオリジナリティを生かした面接ができるように特訓をいたします。すでにね、今年も何組も練習参加してるんですが、やっぱり普段よく知っている幼児教室の先生からやる面接練習とは違って、まあ、親御さんにとってもそうですけど、特に子供にとってはね、知らない先生の前で話をするという経験もできますので、本番前のいい予行練習になるんじゃないかなと思います。よろしければね、ぜひこちらも、ご利用ご検討ください。西荻願書クリニック、ご家庭のオリジナリティを重視した願書作成のお手伝いをいたします。願書のね、下書きそろそろ書いてる方も多いと思います。まあ、埼玉県の学校ですともう出願が終わっちゃってるところもあったりするのかもしれないですけれども、書き終えた場合にね、下書きできましたというタイミングでこちらにお見せいただければ添削をすることができますので、ぜひご利用ください。またね、これから願書の作成に着手するよという方もお早めにね、予約いただければ忙しくなってきた時期でもすぐに対応できると思います。まあ、繰り返しご案内しておりますが、小学校受験がね、まあ、いよいよ佳境となってくるんですが、9月以降は、予約が例年かなり増えてきますので、そして今年は特に例年以上に予約が多いので一部制限する可能性があります。お困りの方はお早めのご予約をお勧めいたします。お待ちしております。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。遅い時間でも対応可能ですし、遠方にお住まいの方は Zoom、Skype、電話、Teams なども利用することができます。そうですね、まあ、こちらのね、相談会もかなり最近お問い合わせ増えてきました。特にこちらは年長さんというよりは年中さんとか年少さんとか1歳6ヶ月のお子様ね、お持ちのお母様とか、まあ、もうちょっとね、0歳児でも大丈夫なんですけれど、これからどういうふうに、子供の進路を決めていけばいいか、どういったと教室に通えばいいかとか、どういう関わり方をすればいいかとかね、そういう疑問を持たれている方がよくいらっしゃいますね。ぜひね、あなたも気になっているかとことがありましたら、こちらご利用いただければと思います。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。今ご案内した各種のね、ご案内については、現在ご覧いただいている YouTube の動画の概要欄のところにもリンク載っけてありますので見てみてください。電話番号です。03-3390-0750 番。特にね、この受験時期遅い時間、8時9時ぐらいまでフレンドリースクールやってるのでね、夜でもお問い合わせください。メールアドレスです。info@friendly-school.com です。西荻フレンドリースクールでは引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育、家庭での過ごし方、子供の歌とか、いろんなテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。では失礼いたします。